どうもさんは、奥チャンネル、ダーン！今回なんですけども、1784回ロト6当選結果見ていきたいと思います。で、はい、今回なんですけども、ロト6ですね。もう1784回目のやつなんですけど、まあ、個人的にはまあ、挑戦という意味で言うと、まだ2回目の出撃でございます。そしてちょっとね、悲しいお知らせなんですけども、まあ、視聴者さん的にはま、別にそんなに悲しいわけじゃないんですけど、僕としては非常に悲しいことがありまして、ロト6全部打ち込んで、Mac を使ってるんですけど、キーノート、ナンバーズというね、ソフトを使ってるんですけども、ロト6のデータ全部消えました。マジで勘弁してくれよ。変わんねえよ。だから、一応今日ね、お話しさせていただく中で、表とかいつも使って、ここにこれ出てますよね、みたいな話が、ちょっとできないので、まあ一応同じ表ですね、解説の時に使った同じ表を使って、一応じゃあ列ごとに選んだらどうだったっていうお話をさせていただきます。また入力しないといけないというね、悲劇。たまらん。はい、まあ、気をね、落とさず頑張っていきたいなと思います。では、早速ですね、ロト6、当選結果見ていきたいと思います。企画戦金。はい、では行きましょう。ロト6ですね、1784回。まあ、木曜日はあれないよね、みたいな定説があるので、まあ、そこの確認もちょっとしていきたいなと思っております。では行きましょう。当選番号はこちらでございます。2、13、17、19、41、43、ボーナス数字1ということで、まあ、あれではないかな。むしろどちらかというとちょっと定番色で、まあ10番が強くて20番が出ないみたいな。で、40番台が2つみたいな感じですね。で、奇数偶数割合が偶数、奇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 数ということで、奇数が非常に多い感じでございました。で、出現の方が1、10、10、10、40、40ということで、まあ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 、オーソドックスな方じゃない？まだ選べたんじゃない？っていう雰囲気でございます。まあ個人的な見解としましては、なんとなく、まあ、ボーナス数字が1で来ておりますので、まあ、1と2選んでいたりしたら、まあ、で、あと、まあ、13、17、41、43とか、まあ、まだ選びやすい番号だと思うので、まあ、2等あたりは結構狙えるんじゃないっていうイメージはあります。はい。では、行きましょう。まずは先に解説なんですけども、全開催部の出現ランキングトップ5だったらどうだったか。それがこちら。はい。この表から上手に選ぶことができたら、2、17、19、41、そしてボーナス数字1ということで、4等でございますね。これね、そう、ボーナス数字。これなんかちょっと得点つけてほしいなって、まあ、セブンの時も言ってたんですけど、で、例えば、3つボーナス数字1とボーナス数字で、なんか新しいの作ってよみたいなとか、は思っちゃいますよね。はい。では、こちらのですね、トップ5のみ、こちらのみで選んでいた場合どうだったのっていうのが、こちら。はい。19、41、43、そしてボーナス数字1ということで、同じく4等でございます。はい。では、出現が少ないアンダー5どうだったの？それがこちらでございます。で、これね、ちょっとまあ、もちろんね、色が変わってないわけなんですけども、まあ、ガチで色が変わってないので、ここからは出てないので、今回まあ、非常に難しい数字が出たよというわけではございませんでした。はい。では、直近20回のトレンド数字、こちらだったらどうだったのか、それがこちらでございます。はい。これ列ごとに上手に1個ずつ選んでいたとしたら2、13、17、19、41そしてボーナス数字1ということで3等を狙えてるんですよね。結構3等って激アツじゃないですか。金額もボコッと上がるし結構熱いよねというところですよね。はい。で、さらにトレンド数字のみですね、列とか関係なく、見たらどうだったの？それがこちらでございます。はい。2、13、17、19、41、43、1等狙えるということでございます。なので、一応傾向ですね。現段階でロト6としては、やはり、列ごとに選ぶチョイスよりも、例えば、出現ランキングトップ5、トレンド数字のランキング、こちらの数字を全て使った組み合わせ、つまり、ちょっとは母数減らした形の中の番号から選ぶのが一番いいんだというのが、まあ、わかりやすくなってきたかなと。というところでございます。はい、では行きましょう。今回ですね、私、エリア購入法、アミキョ新型バージョンでね、挑戦しているんですけども、前回1000円当選しておりますので、今回、まあ、1000円分は追加しております。では行きましょう。まず私が購入した、エリア購入法、アミキョロト6バージョン、グループ A、グループ B に分けたうちのグループ A、当選結果は、こちら！ちょっとマジっすか？マジ
一応ですね、現状を把握しておくとボーナス数字が一つ A グループに入っていて、本数字が17、19、そして13。なので本数字3つ行っちゃったと。だから3つ、A と B で3つ3つなってるよねというところですね。なので、いや、きついな。結構きついぞ。はい。では参りましょう。私、エリア購入法、網、今日、ロト6バージョンで購入した B グループの当選結果は、こちら！よっしゃー！当たっただ!2 連続！イエーイ！あー、嬉しい！いや、ロト6に関しましては、昔僕も本当にもう初心者中の初心者の時にボッコボコにされた経緯があるんですよ。ボッコボコにされた経緯があるので、2連続当選とかってほとんどなかったんですよ。まあでもそれで言うと結構始めた当初なんでかわからないけど連続当選とかしたりとかあったんですが、ただ、まあ今もね、それで初心者的ではあるんですけど、まあ今はデータと、味方と、そして攻略法、この3つあるので、あと一つ運掴みたいなというところなんですが、嬉しいでございます。では参りましょう。私、前回当選した1000円分を追加した追加購入分での当選結果は、こちら！いや、惜しいよね。はい、では行きましょう。反省会でございます。では、まず、出現の方、見ていきたいんですけども、それがこちらでございます。はい、出現の方に関しましては、1列、2列、3列までは良かった。で、そのうち4列、5列、6列目がちょっと、まあ、変わっちゃったよね、というところでございます。はい。で、変化法での出現予想なんですが、どうだったのっていうのが、それがこちらでございます。はい。変化法で上手に選べた場合、2、13、43、1ということで、5等は取れた。というところでございますね。はい。まあ、ちょっと変化音もまあまあ、いい時悪い時結構やっぱ、まあ、ロト6、まあ、7ほどじゃないと思うんですよね。6の方がなんか多分取りやすいんじゃないっていうイメージはあります。はい。で、削除番号見込みなんですけども、こちらでございます。はい、トップ5、ここからは、13と17が、削除見込みの中に本数字入ってたと。で、今回トレンド数字の削除はもう非常に優秀でした。で、変化法は19と41が入っちゃっていますね、というところでございます。はい。ですから、まあちょっと今回、まあ削除という意味で言うと、ちょっと、このまま鵜呑みにしていたら無理だったと。まあ一番ベストだったのはトレンド数字を全部使いました。で、プラス、じゃあ変化法ですね。で、この19と41を避けて選ぶことができていたとしたら、結構良かったね、というような感じなのかな。まあまだちょっとね、自分の中でロト6の番号の選び方っていうのが何指標にしていいんだみたいなところですごい迷いがあって、で、従来まあ7とかだったら、まあ前回7トレンドで、数字を何個かバババって抜いていって残ったままあと寄せていくよねとか、まあ削除数字決めつけてこれだよねみたいな風にやってるんですけど、まあ今ちょっと A と B のグループに分けるので、まあできるだけまあ多い方に削除の方を寄せたいなと思っていて、まあできるだけじゃあ20個近く、見つけ出さないといけないんですけど、じゃあそんな時はまあ変化法全部選んだらいいじゃんとかっていう風な、まあちょっと楽しようみたいなのがあって、そこら辺がだからちょっと何とも言えないんですけど、まあだからトレンドプラスなんかみたいな感じのちょっと探し方していかないといけないのかなとはまあ思ってます。まあとはいえ、当たりは当たりなんですけど、またちょっと買い目のとこ見ていただけたらわかると思いますが、またその辺の話ちょっとしていきたいなと思っております。では、超敵君どうだったの？これ、前回と同じやつですね。同じもの2回使ってるということでこちらでございます。はい、超敵君丸1がですね、2、17、41、おめでとうございます。来た、超敵君。ナイス。はい、ようやく当たったなというところなんですけども、まあ、これもまあ、運のものでありますから、まあ、正直ね、1回1回毎回買えるのもどうだと。いうようなところもあるので、まあ、ちょっと2回連続で試してみたら、まあ、良かったね、という感じではございます。まあ、ちょっとでも、正直、ちょっと厳しいところあるかな。はい。そんな感じですね。で、一応これ、私の解明こちらです。今回、すいません。手書きの紙のやつで申し訳ないんですけども、まあ、A と B のグループに分けていて、で、まあ、うまく寄っているところは41、43、2が、まあ、うまく寄っていたので、まあ、これはこれで良かったなと。で、他まあまあまあ、その、基本的にはばらけているのは間違いないんですけども、まだまあ、前回の、
作り方のものよりは当たりやすいのかなぁとは思うんですよね。で、あの前のやつって、こう横にガーってこうずれていくみたいな感じで、じゃあこれこのままボーンって数字を打ったらどうだったのって、まじでそれ当たる可能性もあったかなっていうところはあるんですけど、ただ、やっぱり広すぎるときに、じゃあ何かを指標に出るだろうという数字を選ぶときの指標データで、結構ガーッと使い込んでいかないといけないみたいなとかあったり、まあ削除しとくとじゃあ10個なので、まあ、あの、10個ぐらいだったら可能性あるよねっていう話ではあるんですけど、ただ、広すぎると寄せれないっていうのがあって、で、今回まあ A と B に分けて、まあとにかく A でも B でもどっちでもいいから、とにかくまあ寄せりゃいいんだということで、まあ、僕まあ一応基本的に左からどーっと書いていくんですよ。左からね。左から書いていくんですけど、で、その左書くときに、特にこの当たってる41、43、2ですね、ここを選ぶときに使ったのは、トレンドです。トレンド20回のもの。これを使ってやってるので、まあ結構やっぱトレンドの表を使うっていうのは非常にいいことなのかなというような雰囲気はしてます。今、現段階で。まだね、今ここからなんで。だからそうなってると前回最後までちょっと必要なのかっていうのもちょっと疑問視はしてます。下手したらだから直近100回と20回みたいな方がもしかしたら、まあいいパターンもあるかなと。まあ言って1000ね、約800回近くやってるんで、前回最後のもちょっと重み歴史が深すぎて、ちょっと、いらないんじゃないかなっていうのも、ちょっと思ってきてはいます。ただまあ、まだちょっと今、なんとも言い難いところあるので、またいろいろちょっと、その、100回とかも見ながら、今後ちょっと改善していきたいなとは思っております。はい、まあ、とにかくね、データゲータから手書きで申し訳ないですね。また、来週までに、なんとか、復興したいなと思ってるので、ちょっと頑張ります。ゴールデンウィークもありますから。はい。では行きましょう。今回の当選ですね、改めて振り返っていきたいと思いますが、それがこちらでございます。はい、一等当選一口2億円出ております。おめでとうございます。すごいよね。気持ちいいよね。一人だもんね。はい。まあ、とにかくですね、現状として、まあ、キャリーオーバーまだ残ってはいるんですけども、まあ、この当たり出てるのってなんかやっぱ夢あるなと。で、2等が4口出ていて、1800万飛び13万5000円。3等が168口で46万3100円。で、4等が8461口で9700円。で、5等が14万9655口で1000円でございます。ということで。で、キャリーオーバーなんですが、4000万円飛び、17万3376円でございましたというところでございますね。まあ、ちょっとね、データ消えたんで、もうなんか僕それどころじゃないっていう。まあ、ただ、キャリオーバー以上あるっちゃあるんで、もういいやんっていうとこなんですけど、僕からがキャリオーバーよりも、ロード6のデータ、ちゃんと残って欲しかったなっていうショックなところはあります。はい、では今回ですね、1784回なんですけども、まあ、なんとか今のところ当選続いておりまして、また次回ですね、1000円追加できるなというところでございますが、まあ、なんだろうなぁ、まあ結構あるんですけど、初心者とか、まあ僕もまあ今現段階で言うと久しぶりにね、もう3年か4年ぶりぐらいに挑戦してるんですけど、結構最初バモンで当たったりするんですよね。で、そこで結構、あ、じゃあ結構簡単なんだとか言って甘く見たら結構また、こう、ボキって首折られるみたいなのがあるんで、まあちょっとまだね、油断はできないんですけども、まあ、一番最初ロト6挑戦した時っていうのは、もうその本当に考え方もわからなくて、何をデータを指標にしたらいいかっていうのを、どういう見方したらいいのかっていうのもわからなかったし、で、買い方に関しても別に全数字買うみたいな買い方もしてなかったりしてたので、まあ、一等への可能性っていうのはまあ昔よりは今の方が近づいているはずだとは思ってるんですけど、まあやっぱりね、もちろん最後に必要になってくるのは運というものも味方についてもらわないとダメだよっていうのが、まあ現実僕あると思っておりますので、まあそのあたりね、まあその意図的にコントロールはできなくても、その運の入り口を作るっていうのが僕はもう攻略法の一番醍醐味なところなのかなと思ってるので、まあまだ今現代からね、これでやっておりますが、またちょっと違うなと思ったらまた作り変えていって、いろいろね、とにかくですね、1等、2等、3等、どれか当てたいなと思っております。では皆様、次回のロト6でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。